デタラメの野党誹謗情報を撒き散らした。脱皮有罪。デタラメのツイッター投稿を繰り返した。デタラメ企業ワンズクエスト。東京地裁は10月16日、この投稿は会社の業務だったと認定をした。ワンズクエスト社の主要取引先は自民党。つまりワンズクエスト社は自民党の宣伝部隊だ。ワンズクエスト社の社長は自民党党本部の事務総長との親戚関係。収支報告書によると、自民党東京都連は3年間536万円を支払っている。選挙対策委員長の小渕優子の資金管理団体未来産業研究会は9年間で378万円を払っている。税金を使ってデタラメ情報を垂れ流す。そんなことは許されない。税金を使ってデタラメ情報を垂れ流す。そんなことは許されない。さあ、自民党や維新、終わりにしよう。さあ、自民党や維新、終わりにしよう。さあ、自民党や維新、終わりにしよう。